今朝の一曲は小高めぐみちゃんです。おはようございます。おはようございます。さっきもね、東方のシンデレラガールとこういう風な紹介がありまして、はい、もう映画にも出演して、それから花の飛鳥組でね、有名になっちゃって、もうドラマと歌ともう大活躍ですけれども、今日もですね、表寒いのにね、たくさんのファンの人が、嬉しいです。大阪タワーの下に寒空の中クーッとなりながらね、めぐみちゃんの応援に、来てくれてましたけれども、さて今日もね非常に忙しくて、昨日の夜もラジオですか、もう睡眠不足でたまらないでしょ、でも大阪って全然一回しか来たことないんで、やっぱりお好み焼きも食べて、食べました、はい、充実してます。じゃあ今回の大阪への来飯は充実で、はい、とっても良かった、はい、お好み焼きだけですか、それはちょっと寂しいですよ。お好み焼きだけ今日食べます。あ、今日、はい、今日お好み焼き食べる、今日はなんか食べさせていただきます。ほんならね、レコード会社の人に頼んで、てっちり食べて帰ってください。てっちり、てっちり、てっちり、はい、フグです。フグがね、大阪はよう食べるんですわ。これを食べていただきたいと思います。そんなことはどうでもよろしいです。私も今シーズンは食べておりませんけれども、さて、11月の21日にですね、新しい、シングルが出ます。あさってですよね、はい、会うたびあなたを好きになる、これを今日は歌っていただくわけですけれども、その他にもですね、来月になりますけれども、初めてのファーストアルバム、ファーストビデオ、はい、ファーストビデオの方も、ダイアリーという、これも発売になるということで、はい、これから年末大変忙しくなりますけれども、それでは歌っていただきたいと思います。あさって発売の会うたびあなたを好きになる、小高めぐみちゃんです。お願いします。